みんな起きてる、川瀬真希です。みんな起きてる、赤星カレです。はい、ちゃむけジブリ第4弾、今回のテーマはグランピングですよ。やったー、グランピングでございます。ということで、はい、本日はこちら、私の出身地千葉県にある農園リゾートザ・ファームさんからお届けしたいと思いますよ。はい、いろんなスポーツで遊ぼうとしているみたいだけど、一夜漬けといえばそう、対決コーナーです。いつもの〇〇しながらでスポーツ対決をしてくださいね、と。あやい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 これ誰が楽しいの見てて。ねえ、ボール、悲しいよ私は。バイバイ。バイバイじゃないのよ。バレーボール、サッカーボール、バスケットボール、地球規模でかちょっと一つ体験をしてみたいなと思います。はい、こちらがブッシュクラフト体験というものになりまして、うん、まあ、自然の中にあるものを使ってね、いろんなものを作ったりとか火を起こしたりって感じらしいんですけど、うん、はい、来ましたね。着いた。やばい、めちゃくちゃ楽しいなこれ。ね、真剣になる、夢中になっちゃう。いけ、頑張れ、いける、頑張れ。あー、消えてしまったか。死んだ、あたいの必死んだね。死んだ。というわけで、お楽しみバーベキューの時間です。やった。あ、なんかもう分かりやすく M さんが、はい、あのバーベキューのタイミングを狙ったかのように合流しまして、しまして、嬉しそうに今ご飯を待っているところでございますけれども、はい、うわー、みんなご飯よ、でかいよ、みんなご飯よ、でかいよ。あ、うん、うん、めっちゃくちゃ美味しい。この一夜漬けという番組においてたった1回で終わってしまった伝説のコーナー、一夜漬けお泊まり会、この話一晩中いけるっしょが復活です。おー、ん、一夜漬けを始めて変化したこと。それだったら私は聞き手に回るってことを。ごめんね、ごめんね、ごめんね。え、違う違うの。演技力ってなんだろう、演技力ってなんだろう。でもこれってさ、うん、本当に役者さんそれぞれだと思ってて、ね、考え方が、うん、頭なでなでしてほしいなって書いてある。君から頭なでなでしてほしいなって書いてありますからね。誰が言うよこれ